今月19日の東京ドーム公演で解散する8人組ヒップホップクルーバド、ハプがテレビ朝日系ミュージックステーション、アトクジ、2発出演し、最後のテレビパフォーマンスを披露した。写真、スノー、ニンバド、ハプら出演アーティスト。バド、 ハプは日本のヒップホップアーティスト初の東京ドーム単独ライブを最後に解散することが決まっている。解散直前かつテレビラストパフォーマンスを前に、タモリから初出演の感想を聞かれたイジヤ、ワイザーは子供の頃から見ていた番組なので、もうめちゃくちゃ嬉しいです、と喜んだ。イジの双子の兄 T- パブロー。 キーパブロも、僕たち幼なじみで構成されているんですけれども、このメンバーで M ステに出るのが夢だったので本当に嬉しいです。よろしくお願いします、と挨拶した。やんちゃな方々ですが、一緒に住んで一緒にご飯を作ったり寝ている姿とかも映っていて、なぜか可愛く見えてきたりする。不思議ね。 でもかっこいいのでライブも楽しみです。ありがとうございます。8ジムピアンロードお披露。8ラップスキル、最後には大泉洋が口を開けて見える姿が映り込んだ。SNS ではバド、ハプ最高。バド、ハプ最強すぎたバド、ハプ、かっこよかったバド、ハプそこらへんのラップ。